男たちは何を背負っているのか。ただ試合をするだけじゃなくて、興行を売っていかなきゃいけない立場、まあ、リングスから始めても20年 MMA やってますんで、先のことは全く考えてないですね。もうやるしかないなと思う。もう一度頂を目指す男、上田豊。昨年末、山本拓也とのライト級タイトルマッチに敗れ、失意のどん底へと落ちた。しかし今年3月、岸本淳に一本勝ち。再び頂点を目指すため歩みを始めた上田。そんな上田が背負うのがグラチャントップファイターとしての矜持。積み上げるっていう作業をやめたことは一瞬でもなかったので、グラチャの中でも立ち位置メインセミでやってきてますし、ただ試合をするだけじゃなくて興行を打っていかなきゃいけない立場にはなってきてると。対するは日本 MMA 界の重鎮、小谷直幸。2000年のデビューからプライド、UFC など世界のトップクラスで戦ってきた日本が誇るレジェンドファイター。小谷が背負うもの、それは日本の MMA 界とともに成長してきたという自負。もう20年 MMA やってますんで、もう今しなかったら多分もう当分また試合できないかもしれないと思って、先のことは全く考えてないですね。背負っているものがあるからこそ何度でもリングに上がる。背負っているものがあるからこそ強い。UFC も契約してるし、プライドも出てるし、MMA 界で多分知らない人はいない強い選手だと思うんで、当然向こうの方が格上だということは理解してます。まあ、ここから上に行くためには超えなきゃいけない相手。何回か、まあ、見たことあるんですけど、まあ、強いですよね。もうまんべんなくそつなく、もう強い選手だと思います。結構いい年なんですけど、もうデビュー戦ぐらいの若手ぐらいのつもりで、もうやるしかないなと思う。格闘家としてのプライド、そしてこれまでの戦いの記憶を背負いリングに立つ両者。背負うものが大きければ大きいほど人は強くなる。男たちの生き様を見逃すな。